このコンサート次の曲で最後になってしまいます。はい、本当にあっという間の時間だったんですけども、今回のコンサートはランクインコンサートということでですね、このステージに立てないメンバーもいますし、まあね、順位をいただいて立っているのでちょっと複雑なメンバーとかね、いろんなことを思いながら立つメンバーとかもいると思うんですけども、1年に1度の選抜総選挙はファンの方との絆を改めて感じることができるイベントだと思うので、私は大好きです。そして今日このコンサートを通じてファンの人とのありがたさだったりとか、本当に支えてもらえてるんだなっていうのを改めて感じることがメンバー全員できたと思います。はい、この感謝の気持ちを忘れずに精一杯これからもメンバー一人一人歩んでいきたいと思いますので、これからも私たちのことをよろしくお願いします。ありがとうございます。応援してくれているすべての方にこの曲を届けたいと思います。聴いてください。ありがとう。さよならは今
当に今日は来てくださってありがとうございます。皆さんもいろんな推し事情あると思います。でもまた1年後同じ推し席で会える日を私たちは楽しみにしているので、推し編せずに一緒にまた1年後